改めましておはようございます。おはようございます。それでは定刻となり定息数に達しましたので、ただいまから建設環境委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。なお令和2年7月豪雨並びに企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する予算事件条例案等につきましては特別委員会に付託となりますのでご承知おき願います。最初に予算議案の審査に入ります。まず議案第93号、令和6年度八代市一般会計補正予算第7号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。それでは歳出の第7巻土木費及び第10巻災害復旧費について建設部から説明願います。はい、委員長。西建設部長。おはようございます。おはようございます。建設部長の西でございます。本委員会に付託されました議案のうち、議案第93号令和6年度八代市一般会計補正予算第7号の建設部所管分につきまして、野間総括審議員兼次長より説明いたさせますのでよろしくお願いいたします。はい、委員長。野間建設部総括審議員兼次長。おはようございます。おはようございます。建設部の野間でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。それでは議案第93号令和6年度八代市一般会計補正予算書第7号をお願いいたします。14ページをお開きいただき、中段の表をご覧ください。環7土木費、項5都市計画費、目2街路事業費は、補正額4311万4000円を増額補正し、3億9154万9000円としております。補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金が2155万7000円、地方債が2040万円、一般財源115万7000円でございます。補正額の内訳は節12委託料を1800万円、節16公有財産購入費を1511万4000円、節21補償補填及び賠償金を1000万円増額するものでございます。別冊の委員会資料議案第93号建設部所管分の3ページをご覧ください。都市計画道路西方西宮線道路整備事業について国から防災安全交付金の追加内示があったことに伴い道路整備に要する経費を増額補正するものでございます。内容としましては黄色枠で着色しております3校区の建物等調査など委託費分や用地購入費等の経費を増額補正するものでございます。それでは予算書に戻っていただき15ページ下段の表をご覧ください。環10災害復旧費項2公共土木施設災害復旧費目1道路橋梁施設災害復旧費は補正額3348万円を増額補正し2億7468万円としております。補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金が1892万9000円、地方債が940万円、一般財源515万1000円でございます。補正額の内訳は、節10、需要費を510万円、14、工事請負費を2838万円増額するものでございます。別冊の委員会資料、議案第93号の建設部所管の4ページをご覧ください。今年の6月の梅雨前線豪雨で被災した市道の災害復旧工事などに必要な経費を補正するものでございます。最初に市道東片町公前寺町線についてですが、隣接する白縫幹線水路が被災し一部舗装等の修繕が必要となったため需要費510万円を増額補正するものです。続いて委員会資料の5ページをお願いします。写真に示します通り、こちらも6月の梅雨前線豪雨により
泉支所管内の市道元屋敷線の路肩崩壊及び市道南川内線の則面及び路肩崩壊が発生いたしました。国の災害査定により復旧が認められましたことから、工事請負費2838万円を補正し、地域住民の通行の安全を確保するものでございます。以上、議案第93号令和6年度八代市一般会計補正予算第7号のうち、本委員会に付託されました建設部所管分についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。よろしいですか。はい、山本委員。予算についてはもう何も言うことはありません。一生懸命、取り組んでいただいた結果だと思いますので。ただ3ページのですね、3ページ西宮線の三高区を今回、予算計上したわけですけども、単純な質問ですけども、これいつ頃というか、完成予定は大体令和何年頃ですか。武田都市整備課長。おはようございます。都市整備課武田です。よろしくお願いします。西方西宮線の、完成予定ですけど、令和10年度末を予定しております。よろしいですか。よろしいですか。山本委員。三高区で今回予算計上している中では、なんかその、浮上じゃないですけども、なんかこう、重要な問題とか、そういうのは用地交渉とか、たくさんあると思いますけども、そこについて今のところ何もないですか。お答えください。武田都市整備課長。現在、文化財調査の必要が出ておりますので、調査をしておりますが、用地交渉は今のところ順調に進んでいる状況でございます。はい、以上でございます。よろしいですか。他に言っていいんですか。堀委員。はい、災害復旧費 の東片町公前線ですか、そちらの2回線のよ、復旧後の写真はあるんですけど、復旧その災害中被災した直後の写真とかどんなふうになったんですか。そう、原因が分析できているのかな、分かれば教えていただきたいですけど。はい、福浦土木課長。皆さん、おはようございます。おはようございます。土木課の福浦でございます。今議員お尋ねの被災の状況なんですけど、今この、4ページの写真には、今復旧状況、復旧後の写真になっておりますけど、復旧した時はですね、この今の幹線水路の方がちょっと浮き上がった状態で傾いたりとかですね、そういうふうな状況でした。一応原因といたしましては、この幹線水路の底の方、下の方ですね、底面の方を水が横に山側の方に排水路がついてますんで、その排水路の方から水が入って、その、水路自体をちょっと浮き上がらせたような状況になっております。そういうことで延長、約600メートルぐらいですかね、そういうのは下水路が動いたような状況になっております。それに伴って市道側の方も陥没というか、今、採石の方で埋め戻しておりますけど、そこら辺もちょっと下がったような状況でということで、あれが被災原因になっております。以上です。よろしいですか。堀委員。じゃあもう一点いいですか。はい、今の白縫幹線側は、土地改良さんの担当ですかね。その横の排水路っていうのはどこの持ち、白縫幹線水路の方はですね、農政局、農政局の、浦土木課長。すみません、今お尋ねの白縫幹線水路の方は農政局の方で災害復旧ということで復旧の方をするようになっております。その
関節路の横の排水路に関しては、一応市の方の、管轄の排水路になっています。一応管理の方は一応農地整備課の方で管理を行っているところでございます。はい、わかりました。いいですか。はい、はい、他にありません。以上で質疑を終了いたします。意見がありましたらお願いします。ありません。なければこれより採決いたします。議案第93号令和6年度八代市一般会計補正予算第7号中当委員会関係分については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本案は原案の通り可決いたしました。ありがとうございました。次に議案第114号令和6年度八代市一般会計補正予算第8号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。それでは歳出の第10巻災害復旧費について建設部から説明を願います。西井建設部長。それでは引き続きよろしくお願いいたします。本委員会に付託されました議案のうち議案第114号令和6年度八代市一般会計補正予算第8号の建設部所管分につきまして野間総括審議委員兼次長より説明いたさせますのでよろしくお願いいたします。はい、委員長。野間建設部総括審議委員兼次長。はい、引き続きよろしくお願いします。着座にて説明させていただきます。それでは議案第114号令和6年度八代市一般会計補正予算書第8号をお願いいたします。8ページをお開きいただき中段の表をご覧ください。環住災害復旧費項2公共土木施設災害復旧費目1道路橋梁施設災害復旧費は補正額3410万円を増額補正し3億878万円としております。補正額の財源内訳につきましては地方債が3410万円で補正額の内訳は設10需要費を1370万円設10に委託料を2040万円増額するものでございます。続いて目2河川施設災害復旧費は補正額210万円を増額補正し1330万円としております。補正額の財源内訳につきましては地方債が210万円で補正額の内訳は設10需要費を210万円増額するものでございます。最後に目3都市計画施設災害復旧費は補正額490万円を増額補正しております。補正額の財源内訳につきましては地方債が490万円で補正額の内訳は設10需要費を490万円増額するもので説明欄に記載のとおり都市下水路施設災害復旧事業にかかるものが330万円公園施設災害復旧事業にかかるものが160万円でございます。別冊の委員会資料議案第114号建設部所管分の3ページをご覧ください。令和6年8月29日から30日の台風10号で被災した施設の災害復旧に必要な経費を補正するものです。最初に道路及び河川の被災状況についてですが右上の写真1に示す通り市道五箇野町椎葉線で乗り面や路肩崩壊が3箇所で発生いたしました。被災規模が大きかったため国の災害査定を受けるための測量委託が必要となります。また写真2に示す通り市道深見走り水線ほか18路線で山からの崩土等が発生し通行に支障がありますのでこれを除去するものでございます。次に写真3は板持川の石積みの崩壊状況です。このほか2河川で護岸の石積み箇所に同様の被災が生じましたので修繕工事を行う費用を補正するものです。続いて委員会資料4ページをお願いいたします。台風10号の強風により写真に示す通り多くの箇所で倒木が発生いたしました。資料では都市下水路の被災関連を青色で公園施設の被災関連を緑色で着色しております。すでに傾いて危険と判断される木も含めましてこれらを撤去処分するため増額補正をお願いするものです。
以上、議案第114号令和6年度八代市一般会計補正予算第8号のうち、本委員会に付託されました建設文書簡文についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。堀委員、災害復旧の今 の公園とか、の倒木とか枝折れの撤去の分ですけど、今回実施されるのはもうすでにこう倒れたやつだけということかなと思うとですけど、まあ、今後のですね予防というか似たような状況 の流木っていっぱいあると思うんですよね。でせっかく業者さん入れるんなら、まあ、判断されるようなものも一緒にこうやったらどうかなと思ったんですけど、今回はやっぱそこだけですか。すでにこう倒れてるやつだけとか、はい、西建設部長、まあ、今回はですね台風被害に遭ったものが対象ということになります。ですが現在まあ、全庁的にですねこの倒木に関する問題がありまして調査を行っております。街路樹も含めてですね街路樹公園樹もでその調査をですね調査を行うためにはこの何ですかね知識というのが必要になりますので、専門のですね造園業者さん等にですね見ていただいて、これは危険であるかどうかという判断していただこうということで、これについてはですね一応今のところ今後そういう対応を取った上でですね必要なものについてはまた補正とか法制等ですねを組ませていただきまして、倒木の撤去等をですね行いたいということで考えております。以上でございます。はい、分かりました。他によろしいですか。山本委員、要は台風の10号による被災、まあ、災害の対応ということで、まあ、国の査定はもう終わったんですか。ちょっとそれだけ教えてください。はい、西建設部長、今回はですね、まあ、査定はですね今からということになりますが、で委託料を組んでおりますので、詳細に設計委託をしまして、それで査定に臨んで、で、その後復旧という形になります。まだ査定は15日関しては終わってないという状況ですね。嬉しいです。他にありませんか。はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありませんか。なし。なければこれより採決いたします。議案第114号令和6年度八代市一般会計補正予算第8号中当委員会関係分については議案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。ありました。次に事件議案の審査に入ります。議案第94号令和6年度八代市一般会計補正予算第5号中当委員会関係分に係る専決処分の報告およびその承認についてを議題とし説明を求めます。それでは歳出の第10巻災害復旧費について建設部から説明願います。委員長、西建設部長、引き続きよろしくお願いいたします。議案第94号専決処分の報告およびその承認について令和6年度八代市一般会計補正予算第5号の建設部所管分につきまして、引き続き野間総括審議員兼次長より説明いたさせますのでよろしくお願いします。野間建設部総括審議員兼次長、引き続きよろしくお願いします。着座にて説明させていただきます。それでは議案第94号専決処分の報告及びその承認について令和6年度八代市一般会計補正予算第5号をお願いいたします。12ページを開きいただき下段の表をご覧ください。間10災害復旧費、項2公共土木施設災害復旧費、目1道路橋梁施設災害復旧費は補正額2188万円を増額補正し2億4120万円としております。補正額の財源内訳につきましては地方債2180万円、
一般財源8万円でございます。補正額の内訳は節10需要費を1750万円、節12委託料を438万円増額するものでございます。続きまして13ページをお願いします。目に河川施設災害復旧費は補正額1120万円を増額を制しております。補正額の財源内訳につきましては、地方債1120万円で、補正額の内訳は、節10、需要費を1120万円を増額するものでございます。別冊の委員会資料、議案第94号建設部所管分の3ページをご覧ください。今年の6月の梅雨前線豪雨により、道路や河川で土砂の流出等が発生いたしました。右上写真丸1に示す市道南川内線ほか1路線において道路の乗り面や路肩崩壊が発生いたしました。議案第93号でご説明した箇所と同一箇所になります。被害規模が大きかったため国の災害査定を受けるため測量設計委託を早急に実施したものです。次に写真2に示しておりますが、市道新海箱石線ほか22路線で山側からの崩落が発生し通行に支障をきたしたため、これを除去しております。最後にトンタニ川ほか旧河川において左写真3に示す通り、河川に土砂が流入し堆積しました。で化石を阻害したため、これを除去して流下断面を確保しております。以上、6月の梅雨前線豪雨により被災した道路や河川について緊急対応を行う必要があったことから、7月補正予算として専決処分を行ったものでございます。ご審議のほどよろしくお願いします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありません。なければ以上で質疑を終了いたします。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第94号、令和6年度八代市一般会計補正予算第5号中、当委員会に係る専決処分の報告及びその承認については、承認するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り承認されました。ありがとうございました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。本会に戻します。次に条例議案の審査に入ります。議案第113号、八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の廃止についてを議題とし、説明を受けます。はい、委員長。武田都市整備課長。都市整備課武田でございます。よろしくお願いします。議案第113号、八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の廃止についてご説明いたします。着座にて説明をさせていただいてよろしいでしょうか。どうぞ。します。それでは議案書の63ページをお願いします。まず提案理由についてご説明いたします。球磨川駅地区土地区画整理事業につきましては、平成3年12月から事業を始めまして、本事業に伴う工事、登記事務、清算金徴収事務が終了し、令和5年2月に当該事業のすべてが完了しましたことから、本事業に関し必要な事項を規定する条例を廃止するものでございます。事前にお配りしております右肩建設環境委員会資料、議案第113号としております資料の5ページをお願いします。上段にあります写真のように、旧八代市のほぼ中心地に旧国鉄貨物駅が廃止されたまま遊休地として残った状態で、有効活用が望まれておりました球磨川駅跡地とその周辺地区を新たな拠点形成地区とするために、公共施設の整備を改善並びに宅地の利用増進を図ることを目的とし、赤色の線内の箇所 11.3 ヘクタールで土地区画整理事業を実施しております。平成3年度から平成20年度まで
事業費38億6000万円をかけて、下段写真のように道路及び公園などの整備を実施しております。平成19年5月の工事完了に伴い、完治処分広告、法務局への完治の登記を行いまして、清算金の徴収を開始し、令和5年2月に完納されましたことから、清算金の徴収事務の終了をもって、事業のすべてが完了したことに伴い、条例を廃止するものでございます。最後に、議案書の64ページをお願いします。本条例を廃止するに伴いまして、八代市従前移住者用住宅条例の一部改正が必要になりますことから、付則にて当該廃止条例を引用する規定について事項の整理を行うものでございます。本廃止条例の付則第2項の八代市従前移住者用住宅条例の一部改正の内容につきまして、資料の6ページの新旧対象表をお願いいたします。八代市従前移住者用住宅条例の、ちょっと待ってください、新旧のデータですか。データ、データ、6ページです。あ、ね、どうぞ。あ、はい、八代市従前移住者用住宅条例の第2条第1号と第2号中の八代都市計画事業熊川駅地区土地区画整理事業施行条例を、八代都市計画事業熊川駅地区土地区画整理事業施行条例を廃止する条例による、廃止前の八代都市計画事業熊川駅地区土地区画整理事業施行条例に改めるものでございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。よろしいですか。山本委員、大変ご苦労さんでした。長い月の中で、ようやくですね、清算金の徴収して事務完了が終わったということで、まあ、ここまでその事務開始後十何年ぐらいかかっとるわけですよね。その中でいろんな問題があったと思います。これなぜ私たちが質問するかというのは、八千代の区画整理事業が今、まあ、もう終盤に入っとるという前提において質問しろということで理解してください。で、まあ、条例については改正については何も言うことはありません。ただその令和5年の2月の8日に清算金の徴収事務が完了したと、それまでの間でどういうような問題があったのか、今後の八千代都市化入り事業組合の担当職員にも参考になるかなという気持ちで今質問しよう。そこは整理してから、まあ、何かしらでも結構ですか、あったのを具体的には言わんけ、質問せんけ。武田都市整備課長。清算金の徴収の事務についてはですね、通常、まあ、分割納付を希望される場合など、まあ、ありますので、おおむね5年ぐらいで終了する完了する予定になっているんですけど、今回、まあ、本事業では、146件の清算金の徴収事務がありまして、その中でですね、ほとんどの方はもう期限内に納入していただいたんですけど、一部の方がちょっと納入が困難ということがありましたので、まあ、可能額での、まあ、納入をお願いしたいということでですね、まあ、打ち合わせをしまして、ちょっと長くかかりましたけど、はい、今回完了したということになります。はい、以上、ありがとうございました。私もそういう問題があったかなという感じがしてですね、まあ、質問質疑したんですけども、まあ、八千代も終盤に入っておりますからですね、区画整理も、まあ、そういうのを参考にしながら担当の職員にもですね、これだけの時間をかからないようなやっぱ対応というのが一番大事じゃなかろうかと思いますね。となるといろんな問題が出てきますね。あの人はということで、ちょっと大きくしてからまだ早うて納入してないしておらせたまえと、なるべく早めの解決方法というのを目指していくように、していただきたいと思います。まあ、完了しましたから本当にご苦労さんでした、担当の職員の方々。意見ですね。意見です、はい、他にございませんか。なし、はい、
なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。なければこれより採決いたします。議案第113号八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の廃止については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。思考入れ替わりのため紹介いたします。本会に戻します。次に決算議案の審査に入ります。議案第92号令和5年度八代市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。委員長。山本下水道総務課長。おはようございます。おはようございます。下水道総務課の山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて説明をさせていただきます。どうぞ。議案第92号令和5年度八代市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について説明いたします。令和5年度八代市下水道事業会計決算書をお願いいたします。はじめに事業報告書でございますが、19ページをお願いします。まず総括的事項でございます。令和5年度末の排水人口は6834人、排水面積は1903ヘクタール、年間の処理水量は684万4730立方メートル、優秀水量は579万5772立方メートルで、優秀率は 84.7% でございます。今後も優秀率向上のための不明水対策や水洗化率向上のための未接続世帯への個別訪問を継続して行うとともに、八代市下水道事業経営戦略に基づき、より一層の経営健全化に向けた効率的な運営に努めてまいります。次に環境施設整備事業としまして、八代および八代東部処理区では麦島港区および宮地港区など、船長処理区では小金地区など、鏡処理区では両出地区および海津地区などにおきまして、それぞれ環境敷設工事を施工し、合わせて 6.17km の整備を行っております。またポンプ場施設整備事業としましては、令和3年度に着手しました中央ポンプ場の改築に伴う第5期目の工事が完了し、加えて水処理センターとしましては、老朽化した機器の改修を進めるとともに、汚泥処理設備の増設に向けた詳細設計が完了しております。さらに、ストックマネジメント計画に基づきます、マンホールポンプの改築、マンホール蓋の更新なども実施しております。次に、経営状況についてでございますが、これは後ほど決算報告書のところで説明いたします。次の20ページは、経営指標に関する事項、議会議決事項及び職員に関する事項、次の21ページから27ページまでは工事関係で、税込み200万円以上の建設改良工事の概況及び税込み100万円以上の保存工事の概況などについてそれぞれ記載をしております。28ページをお願いいたします。業務量でございます。表の中ほどの行政区域内人口12万852人に対して、処理区域内人口は6万538人でございますので、普及率は 50.1%、 処理区域内人口に対して水洗化人口は5万2891人でございますので、
推薦化率は 87.4% でございます。また整備面積は 28.5 ヘクタール増加し 1852.1 ヘクタールでございますので、整備率は 86.6% でございます。29ページの事業収入に関する事項及び30ページの事業費に関する事項につきましては、後ほど決算報告書のところで説明いたします。次に31ページから33ページは会計でございますが、税込み1000万円以上の工事請負契約及び500万円以上の委託契約につきまして記載をしております。次に企業債及び一時借入金の概況でございます。令和5年度末の企業債の残高は前年度末より4億2,158万487円減少し、216億438万1,363円となっております。申し訳ございませんが、お戻りいただきまして、2ページから5ページをお願いいたします。令和5年度八代市下水道事業決算報告書でございます。決算の内容につきましては、前年度との比較をしております。別紙の委員会資料と記載されております資料で説明させていただきます。なお、収益的収支につきましては、経営成績を表します損益計算書に合わせまして、消費税抜きの数値で作成しております。まず、左側の表の収益的収支の収入でございますが、項1、営業収益は15億1,616万9,000円でございます。内訳は、目1、下水道使用料11億4,208万7,000円。目2、雨水処理負担金2億4,382万円。目3、その他の営業収益1億3,026万2,000円は、浄化槽汚泥処理施設の所管外に伴う一般会計からの負担金1億2,758万3,000円などでございます。項2、営業外収益は18億4,964万2,000円でございます。内訳の目2、他会計負担金7億9,927万5,000円は、水洗便所の普及等に要する経費、汚水処理に関する原価償却および企業債利息などに充当した基準内繰入金でございます。目3、長期前受け金礼入10億4,818万1,000円は、償却資産を整備・取得した際に受け入れた国庫補助金や受益者負担金などを耐用年数で割って収益化したものでございます。目4、雑収益56万1,000円は、下水道使用料延滞金33万7,000円などでございます。目5、国・県補助金162万5,000円は、排水設備工事費助成金に対する国庫補助金でございます。以上、収入合計は33億6,581万1,000円でございます。次に収益的支出でございますが、項1、営業費用は27億3,163万9,000円でございます。内訳の目1、環境費5,126万8,000円は、環境施設にかかる修繕や努力費など、維持管理に要する費用でございます。目2、ポンプ場費7,026万7,000円は、各ポンプ場にかかる保守点検業務や動力費など維持管理に要する費用でございます。目3、
水処理センター費49,667,3,000円は、水処理センターにかかる職員6名分の人件費や、運転業務委託及び動力費など、維持管理に要する費用でございます。目4、流域下水道管理費1,388,1,000円は、八代北部流域下水道維持管理負担金でございます。目5、総掛かり費1,463,36,000円は、一般職10名分の人件費、検診、徴収及び水洗化業務委託、排水設備工事費助成金など、業務全般に関する費用でございます。目6、減価償却費は18,418,8,000円でございます。項2、営業外費用は2,777,000円でございます。内訳は、目1、支払い利息2,7265,3,000円などでございます。以上、支出合計は30,1272,5,000円でございますので、資料右下の欄外に記載しております収益的収支では、3,538,6,000円の純利益が生じております。次に右側の資本的収支の収入でございますが、項1、企業債は13,220,000円でございます。項2、補助金は7,978,8,000円でございます。内訳は、目1、国庫補助金6,1064,3,000円。目2、他会計補助金9,914,5,000円でございます。項3、受益者負担金及び分担金は4,938,2,000円でございます。項4、負担金は1,7860,7,000円でございます。内訳は、他会計負担金1,7860,7,000円でございます。以上、収入合計は22,6997,7,000円でございます。次に、資本的支出でございますが、項1、建設改良費は17,3162,9,000円でございます。内訳は、目1、環境施設整備費11,5378,3,000円。目2、ポンプ場施設整備費4,456,8,000円。目3、水処理センター施設整備費1,5819,000円などでございます。項2、企業債償還金は17,5378,1,000円でございます。以上、支出合計は34,8541,000円でございます。下の欄外に記載しておりますとおり、資本的収支は12,1543,3,000円が不足しますが、これは当年度分消費税及び地方消費税資本収支調整額、資本的収支調整額8,359,4,000円などで補填しております。なお、資本的支出の環境施設整備費で4,1392,000円、ポンプ場施設整備費で492,000円、水処理センター施設整備費で2,5695,9,000円がそれぞれ年度内に完了できず、令和6年度へ繰り越しを行っております。次に決算書にお戻りいただき、11ページをお願いいたします。
剰余金計算書でございます。まず資本金は当年度における処分や変動額がございませんでした。次に剰余金のうち資本剰余金でございますが、浄化槽汚泥処理施設の一般会計からの所管外に伴い、受贈財産評価額が1369万7354円増の4億7262万4863円となり、当年度末残高合計は8億2548万4755円となっております。次に利益剰余金でございますが、議会の議決により処分を行った前年度末の未処分利益剰余金7億8880万2473円のうち3億5842万6366円につきまして、減債積立金に積み立てを行った後に取り崩しを行い、それに当年度純利益である3億5308万6397円を加えた当年度末の未処理分剰余金残高は7億1151万2763円となっております。次の12ページは剰余金処分計算書でございます。表の右上、未処理分利益剰余金7億1151万2763円は、本議案の議決をいただきますと3億5308万6397円を減債積立金に積み立て、残りの3億5842万6366円を資本金へ組み入れる予定でございます。水道事業につきましては、今後とも経費の縮減および収入の確保などを図るとともに、汚水適正処理構想および下水道事業経営戦略に基づきまして、計画的効率的な施設整備を進め、生活環境の改善と経営の健全化に努めてまいります。以上で議案第92号令和5年度八代市下水道事業会計利益の処分および決算の認定についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。堀委員、はい、すいません2点あるんですけど、まず説明すいません、あったかもあったかな、ちょっとそこ聞き逃しとったかもしれませんけど、譲渡取得で土地を1369万、ちょっとあとですけど、今の11ページにですね、これどこ何を取得する、中尾下水道総務課、主管兼経営係長。下水道総務課の中尾でございます。議員ご質問の譲渡取得過去土地の部分ですけども、浄化槽汚泥処理施設の方を令和5年度から建設の方に移管した関係で、その分の受贈というところになります。ああなるほど、はいはいはい、以上でございます。他に堀委員、はい、下水道接続のですね、営業頑張ってお取り組みだと思うんですけど、それちょっとどこ、委託料の中でどこだったかな、ちょっとページ飛んじゃったんですけど、今一生懸命その接続お願いしますというお取り組みをされている中で回られてるんですけど、その、まあ、制約率みたいなのっていうのは分かりますか。その去年1年間で何件ぐらいこう接続に至ったのかっていう。委員
一見下水道建設課理事兼課長。はい、うちの、下水道建設の方で、接続された箇所にマスを設置させていただいております、そのマスの設置の、件数ですけども、令和5年度におきましては126件、工事をさせていただいております。以上です。はい、それはあの、本館が入っているところにまだこう浄化槽の状況で未接続なところに営業、まあ、いわゆる営業をかけて、まあ、じゃ あのつなぎましょうよという同意いただけた数っていうだけですかね。それともその新築に伴って当然こう浄化槽行けられないところも入れないいかんわけですから、どっちなのかなと。一見下水道建設課理事兼課長。今おっしゃったように、新設と、新しく、新築に伴う、マス設置と、浄化槽からの、マス設置合わせたところで、総件数ということで、126件ということになっております。よろしいですか。はい、わかりました。他によろしいですか。山本委員。今課長の方から決算についてもですね、収支的収支の中でも収入か支出、それから資本的収支、下段の方に先ほど説明があったように、質問では一件でよかわってんが、後でいいですね。はい、他にございませんか。内容ですので以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。はい、以上です。山本委員、先ほどの続きですけれども、そういう状況の中で数字的には私はもう間違いないというふうに、認定を出したいと思いますけれども、私個人はですね、その中で一見としてはまずはその繰り越しがあるという状況ですよね。これについての改善をやっぱりして次年度に繰り越すというのは理由があるから繰り越していくわけですけれども、なるだけには繰り越しがないような方向で担当部は進めていただきたいというのと、経営的に健全化を進めていくという、課長の質問説明があったわけですけど、本当にこの事業というのはですね、儲かる事業でもないしですね、繰り入れをしてからですね、市民のために供給をする事業でありますので、健全化はぜひともですね、進めていくということで、説明がありましたので、ぜひともみんなですね、自信を持って取り組んで、頑張っていただきたいというふうに思います。他にありませんか。なければこれより採決いたします。議案第92号令和5年度八代市下水道事業会計利益の処分および決算の認定については原案の通り可決および認定するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。執行部はご退出します。ありがとうございました。およびあご問い原案のとおり可決および認定することに決しました。はい、はい、執行部はご退出。ありがとうございました。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書および委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。よし、ご異議なしと認め、そのように決しました。紹介いたします。本会に戻します。次に当委員会の所管事務調査2件を一括議題とし調査を進めます。執行部より生活環境に関する諸問題の調査に関連して3件発言の申し出があっておりますので、これを許します。それではまず八代市火葬場整備基本構想について説明願います。委員長。竹下環境施設課長。おはようございます。おはようございます。
環境施設課の竹下です。着座にて説明させていただきます。八代市火葬場基本構想についてご説明をさせていただきます。1ページをご覧ください。現状ですが、本市火葬場は昭和55年11月に供用を開始しています。それから35年経過した平成27年度に、施設設備の劣化状況を調査して、運用可能年数をまとめました。八代市最上設備状況調査及び施設整備構想の策定を委託したところです。同構想では、供用開始から50年間は使用可能と示されたところです。また、排ガス設備や冷却室がないことから、収骨までに時間がかかっております。現在の建屋では、これらの設備を設置するためのスペースが確保できないことから、建て替えに合わせて整備する必要がございます。このような理由から、令和5年度に現在の火葬場に求められる機能を有する施設への建て替えについてまとめました火葬場整備基本構想を作成したところです。現敷地での建て替えの場合、現施設は八代市火葬場における都市計画の決定がなされていないことが分かりましたので、建て替え前に都市計画法の手続きが必要となります。また、建て替え後の新施設は、延べ床面積が既存設備の約2倍になる見込みであることから、現施設での建て替えは改築でなく新築とみなされます。この結果、墓地等の経営の許可等に関する条例において、設置場所や経営等の許可申請が必要となります。本基本構想では、主に現敷地での建て替えと新用地での建て替えにおける火葬能力、概算事業費、建物面積、メリット・デメリット、事業方式等の比較検討を行っております。2番目の建て替えにおける課題ですが、共通の課題としましては、現敷地、新敷地の両方で、都市計画の決定と墓地条例における経営の許可が必要でございます。現敷地での建て替えにおける課題としましては、既存の火葬場を利用しながらの工事となり、入り口が1つしかないため、施設の利用者と工事の動線がかぶります。騒音振動や車両の接触等懸念されますので、施設利用者の安全の確保が難しくなります。2ページをお願いします。原敷地の課題の続きですが、鉄塔が隣接しており、敷地内に高圧電線が通っております。建て替え後が2階建てで煙突が高くなるため、高圧電線との離隔に問題が生じる可能性がございます。敷地が狭く解体しながらの段階的な工事となることから、工期が長くなります。また、待合室の仮設建物を作る必要があり、利用者に不便が生じてまいります。仮設建物には設置費用が必要となります。新用地での建て替えにおける課題としましては、場所の選定に時間を要します。土地の造成費、道路、水道、電気、ガス等インフラ設備の整備費が必要となります。土地を購入する場合、購入費用が必要となります。3、建て替え用地検討のまとめとしましては、現敷地では段階的な工事であることから、仮設待合室の建設解体が必要となるため、建て替えの工期が新用地での工期3年6ヶ月と比べ、4年6ヶ月と1年ほど長くなります。それに加えて、
仮設待合室における仮設トイレは使いにくいこと、敷地が狭いことによって駐車場も不足します。工事の騒音振動もあり、利用者の出入りが両者とかぶります。このように長期間にわたって利用者に不便が生じてしまい、安全性の確保が難しくなります。新用地では場所の選定に時間を要しますが、周辺に影響が少ない場所を選定することができます。現敷地に比べて土地購入分の費用が必要となります。これに加えて土地の造成費、道路、水道、電気、ガス等インフラ設備の設備費が必要となります。また建て替え用地も合わせて確保することが可能となっております。それでは3ページの資料をご覧ください。こちらは現地もしくは新用地での建て替え案における面積、事業費、工期およびメリット・デメリットの表となっております。左の図をご覧ください。こちらが現在の最上となっております。出入り口が1箇所となっており、駐車場も狭いことが確認できます。次に中央にあります平面図をご覧ください。こちらが現在の敷地に建て替えた場合の平面図となっております。出入り口は1箇所ですが、建屋を2階建てにすることで駐車場を広く取ることができています。右側が新用地の建て替え案となっております。出入り口が2箇所、平屋建てで駐車場も十分確保ができます。これに加えて将来の建て替え用地も確保できています。それでは下の行、仮想卸数をご確認ください。4基ありますが、現在の左ですね、現状1日6件の仮想となっております。中央と右の建て替え後の案では、仮想卸数は同じ4基で1日8件の仮想となっております。続きまして下の行、面積をご覧ください。敷地面積は現状と現地建て替え案が同じ4234平米、右の信用地案は1万平米以上が望ましいとされております。建物の延べ床面積ですが、こちらは現状の771平米に対し、建て替え後の2案とも倍程度となり、中央の敷地案、現敷地建て替え案では1407平方メートル、2階建て、左の新用地案では1590平方メートル、平屋となっております。この面積増加の主な理由が下の行にあります。排ガス設備、バグフィルター等の設置、改修用工事スペースの確保、冷却室の設置、待合室不足分の追加となっております。ではその下の行、概算事業費につきましては、現敷地建て替え案では26億円、新用地建て替え案では25億円に用地購入費と造成工事費が必要となります。続きまして工期では、現敷地では4年6ヶ月、新用地案では、本体工事に2年6ヶ月に別途12ヶ月の造成工事費と、旧施設解体工事が9ヶ月必要となっております。その下にあります法令につきましては、建て替えの2案とも都市計画の決定手続きと墓地条例の経営許可を満たす必要がございます。下にありますメリットにつきましては、現敷地案では土地の造成費用、工事が不要、電気水道のインフラ設備が不要となっております。新用地では周辺に影響がない場所を選定することができる、現仮想上の利用に支障なく工事を進めることができる、用地選定の自由度が上がるため最適地を選定できる、次期建て替え時の
用地の確保が容易、平屋となるため段差が少ないとされております。続きましてデメリットでは、現敷地案が既存施設を利用しながらの工事であるため、施設利用者に危険や不便が生じる、工事スペースが限られ利用者の駐車場が確保できないため、周辺公園等を駐車場として利用する可能性がある。工事中仮想制限を行うと、周辺仮想場の利用に対して補助金の交付が必要となる。2階建ての仮想場となり、町中で林地が公園であるため、 目立つ等の改装者のプライバシー保護に課題が生じる。待合等の仮設が必要、2階建てとなり段差が生じるなどとなっております。新用地建て替え案では、用地選定に長期間を要する可能性がある。選定場所によっては土地の造成や電気水道のインフラの整備が必要、調整池等が必要なため敷地面積の増加が考えられる、土地の購入費が必要等となっております。4ページをご覧ください。原敷地でのスケジュール案でございます。丸1が現状、左丸2仮設の待合等建設、その左3丸3現待合等解体、仮設駐車場を作ります。4季節の待合等跡地に新施設を建設します。5丸5仮設待合等解体後に駐車場を整備します。6と7で旧仮想場解体後に新駐車場を作ります。工期が4年6ヶ月となっております。新用地における建設スケジュールの案でございます。5ページをご覧ください。1土地の造成工事、2建設工事および仮想路等の建設、3外交植栽駐車場整備工事となっております。それでは6ページをご覧ください。こちらは各事業手法における建設運営等全体的なコスト事例リスク等に関する比較結果を示しています。下の2行で各事業方式の特徴を示し、優先順位を総合的に判断しています。まず各事業方式について、従来方式とは左の最初の方ですね、左の方になります。設計施工運営をそれぞれ分けて行政が発注するものです。これは時間がかかり費用が大きくなる傾向がございます。次に DB、DBO、DBM につきましては、 DB が設計施工を意味します。これは設計と施工を一度に発注することで工期の短縮と費用の削減が見込まれます。 DBO の O は運営管理を示し、運営まで一括で発注することになります。 DBM の M は施設の維持管理を意味し、この維持まで一括で発注し、運営は行政で行うものとなります。最後に PFI(BTO) ですが、こちらは民間が資金調達を行い、収益を得ながら仮想場の経営を行います。行政はこれに分割で支払いを行うので、費用の平準化が見込まれます。しかし小規模の仮想場は収益が低いため、事業者が参加する可能性が低くなります。こうした特徴があるため、一番下の優先順位では DB、DBO、DBM 方式が丸となっております。これらの基本構想をもとに、新設の整備に向けて町内を
庁内で検討を進めてまいります。以上、八代市火葬場整備基本構想についての報告とさせていただきます。ただいま本件について何か質疑ご意見等ございませんか。よろしいですか。山本委員、先般の一般質問大変執行部の方々にはお疲れ様でした。お世話になりました。今あの課長の説明の中でですね、説明の中で、要は現有地か信用地かということで比較メリットからデメリットから比較をされたのが庁内の検討委員会で検討されたということでご理解をしたいと思います。ただ先ほどは契約の方向性について説明なかったので一番最後の方で説明ありましたのでそれについても質問いたします。質疑をいたします。まずですね、総事業費が25億という数字が出てきましたね。でその事業総事業費の、まあ、算出の算出方法といいますか、それに対していろいろと私の質問の時もその面積と概算の事業費といろいろと3、4箇所ぐらいあの執行部として報告があったわけですけれども、算出の方法についてですね、まずはお聞きしたいと思います。どういう算出をされて25億になったのかと、まあ、いうことなんですね。それはもう維持費運営費までは別としての概算の事業だと思うんですけども、そこは分かりません。で25億になった算出の項目とそれに大体の数字を聞かせていただければ参考になると思います。委員長、竹下環境施設課長。現施設の場合がですね、解体工事費が3億6200万で、仮設工事費が6000万で、本体工事費が13億3200万、約13億3200万と。でそれに諸経費と消費税等を加えまして、約25億と出ております。で信用地の場合が解体工事費が 3億5450万円で、仮設待合室等は0円で、本体工事費が15億6650万円、消費税とか経費を含めまして26億4000万程度というところで出ております。以上です。山本委員長、漠然としたね、解体とかそういうのは別な話だと思うんだよね。なぜ私が聞くかと言いますと、その事業の方式といいますか、算出の中でまずは私は一番なのはその建設の工事や、さっき言われた建設の工事の中でも一番問題は火葬炉、火葬炉の設備についてはどれぐらいなのかと。これは火葬炉のメーカーが大体ヒアリングをされた中で数字を提出をされるというのが普通なんです。普通だと思います。私の感覚ではですね、調べた範囲内ですから。まあ、それとまずはその運営と維持費ですね。解体についてはもう後からでも追加でされると思うんですけども、建設と一緒に解体するわけはないと思いますけどもですね。まあ、そういうことと一番大事なのは基本設計と実施設計がいくらかかるかということ、これがなからんと、これが数字が出なければあと数字出ないんですよ。だけまず基本設計と実施設計でいくらかかるのか、それと建設工事についてはその原油と DB とずっと PF も一緒ですよ。そこら辺についてもですね、そして火葬炉の整備、費用等をお示しいただければと思います。竹下環境施設課長。あの
基本設計、実施設計等につきましては、まだちょっと金額が出ておりません。紹介とか、はい、紹介ですか。紹介本会戻します。はい、委員長。竹下環境施設課長。原子基地と信用地での、 金額、細かいところの説明を求められましたけれども、そこでちょっと間違いがございましたので訂正させていただきます。原子基地で建て替えの場合、先ほど5億と言いましたけれども、26億というのが正しい答えとなります。で、信用地が26億と答えておりましたけれども、25億というのが正しい答えとなります。訂正させていただきます。で、委員長よろしいですか。はい、表に。説明ありがとうございました。まずは事業の指標の設計、施工の建設の段階、維持管理運営の施設の運転の段階、すべての段階における比較表の説明が先ほどありましたね。その中でですね、まだこれから基本構想の段階でありますから、これから基本研究実施に向けては詳細については報告のできるときには委員会に報告をしていただきたいと、それについてお願いをしておきますし、そして比較表の中でもですね、優先順位の中で、原油と従来の方式というのは、この分割方式があるわけですけれども、それと、DB 方式、それから DBO 方式、DBM 方式、それと PFI 方式、これについての比較とデメリットが示されましたので、三角丸丸丸丸三角については、これは平等ので考えていきたいと、そういうことで理解してよろしいですね。他にございませんか。はい、資料の、見方なんですけど、4ページのですよ、原敷地でのスケジュール案は、上の、右上には後期、ちょっと委員長待って、ですねで聞いたときに答えます。ああ、ですね。はい、委員長。説明しない。竹下環境施設課長。はい、議員の言われた通り、一応三角丸とかですね、今それは優位性でありまして、今後の検討については全体的な内容で検討を進めていきたいというところで考えております。了解です。ございます。 OK です。はい、すいません。はい、じゃあ改めまして、資料の4ページのですね、原敷地でのスケジュール案の、図面なんですけど、右肩に工期が4年6ヶ月って書いてありますよね。これはもう、新たな土地のですね、費用とかが取得に時間がかからなかったりするわけですから、もう4年6ヶ月っていう数字でいいんですけど、次のページのですね、信用地のスケジュール案は、事前に説明合ってるもののですよ、5ページの信用地のスケジュール案を見ると、工期が3年6ヶ月ということで、これプラス土地の取得にどれくらいかかるかっていうのは全く読めない数字が入ってくるわけですよね。当然ですね、そこもちょっとこういう図面出せになった時は加味していただいとった方がですね、いいと思いますよ。はい、答弁よか。はい、答弁あれば、今後竹下環境施設課長。はい、今回は建て替えと現地建て替えと、新しいところでの建て替えというところでですね、そこの用地をもし購入となった時がちょっと予定が読めませんでしたので、そこはちょっと抜いた形で言葉の方としてですね、表現させていただきました。ちょっと今後そこら辺は検討させていただきたいなというところです。以上です。他に、以上で、いけんな、はい、よくな、さっきはもう一件も一緒にしてな、もう一件よろしいですか。はい、なければ以上で八潮市清掃、すみません、間違えたです。八潮市火葬場整備基本構想について、を終了いたします。はい、委員長。次に八潮市清掃センター解体工事の中間報告について説明願います。竹下環境施設課長。
環境施設課の竹下です。着座にて説明させていただきます。続きまして八代市清掃センター解体工事の中間報告をさせていただきます。1の工事進捗状況について1ページをご覧ください。解体工事の進捗状況としましては、9月末時点で計画の 58% に対し実績も 58% となっております。丸2はこれまでの解体工事の主な内容としまして書いております。煙突及び焼却施設上部の解体が完了しております。また不燃物埋処理施設及び車庫洗車場の解体も完了し、リサイクルプラザが現場事務所として残っている状況でございます。丸3、解体工事の今後の予定としましては、1月末に地下部の解体が完了、2月末に基礎部の埋め戻しが完了し、3月中旬には施設周辺の仮囲いの撤去、現場事務所の解体後片付け完了予定となっております。丸2、土壌調査の結果ですが、土壌調査を実施した結果、ヒ素が基準値を超えている場所がありました。その状況を特定するため追加調査を行ったところ、地下2メートルから5メートルの範囲で検出されました。また地下水には含まれていないことが確認できました。この追加調査の結果から、この土壌は清掃センター等建設当時の埋め戻し土であると推測されます。土壌調査追加の調査につきましては後のページで説明させていただきます。また現在地下部の解体作業のため土留め工事を進めています。今後は地下部の解体を進めつつ、ヒ素を含む土壌は除去して適切に処分してまいります。それでは2ページをご覧ください。1の解体工事の進捗を表す図と現在の写真を載せております。図の上側が農地側で、下の方が南側となります。図の中の赤い部分が上屋と地下部を解体する施設を表し、青色の方は上屋のみ解体する施設となります。赤い部分の左側、右緑の縁のリサイクルプラザを残し、他の施設の上屋はほぼ解体が完了し、中央右上の丸一の写真は広域能面道路沿いの正面入り口から撮影したものです。その下丸二は南側端付近からの写真となります。続きまして左下丸三の写真は堤防下流側から撮影したもので、左上丸四の写真は敷地内から焼却施設を撮影したものです。3ページをお願いします。丸一の写真は広域の大面道路沿いの正面入り口から撮影した写真を拡大しております。4ページ目の丸二の写真をご覧ください。こちらは南側端付近からの拡大写真となっております。5ページの丸三は堤防下流側からの拡大写真、6ページの丸四は焼却施設の拡大写真と、着工前現状の写真となっております。それでは7ページをご覧ください。7ページ下の方が南側で、上の方が土地、農地となっております。中央の焼却施設を囲む赤い点線の枠の内側で、焼却灰や灰の中に含まれている非灰に含まれたヒ素、六化クロム、鉛の3物質について土壌調査を行いました。その結果、ヒ素が基準値を超えたのが紫色の部分です。ここの3つの部分になります。
8ページをご覧ください。こちらは拡大したものです。上は農地、下が南側となっております。紫の枠の ABC3 箇所と A の中の1と2の5箇所で追加調査を行い、表層部から地下6メートルまでの土壌を分析しました。 A の中の1と2を調査した結果、ヒ素が検出されませんでした。そのため太い青枠が土壌を撤去する部分となります。9ページをご覧ください。検体採取位置図でございます。この図は当初土壌の採取した深さを表す清掃センターの断面図でございます。左の真ん中下 GL の赤いラインは地表面となっております。基本的に GL からマイナス50センチ地下の部分で建物の地下構造物があるところは構造物の下50センチの土壌を調べております。最後に10ページをご覧ください。土壌分析結果でございます。この表が深さごとの土壌を分析した結果でございます。 ABC とA の中の1、2を調査した結果でございます。表中の赤二重丸が最初に基準値を超えた場所で、紫になっている場所が追加調査の結果、ヒ素が基準値を超えたところでございます。 A の中丸1、丸2、右側になりますけれども、基準値を超えたヒ素は検出されておりません。また表層部分と地下6メートル部分ではヒ素が検出されておりません。この A 地点では1メートルから5メートル、 B 地点では1メートルから5メートル、 C 地点では2メートルから4メートルの土壌を撤去し、新しい土砂の入れ替えを行います。また建物の下層地下構造物から離れた A1、A2 からヒ素が基準値を超えていないこと、調査したヒ素、六化クロム、鉛の中でヒ素のみが基準値を超えていることから、建設当時に外部から持ってきた埋め戻し土の可能性が高いと推測しているところです。以上で八代市清掃センター解体工事の中間報告を終わらせていただきます。本件について何か質疑ご意見等ございませんか。よろしいですか。はい、山本委員。心配をしておったというといかんばってんが、私も近くにおりましてですね、この建設の途中で大躍進のバブの交換とか、まあいろいろと建設費何十億かけてからした経緯の一人でありますので。まあ、本当に今現場もこの前見に行きましたところが、もう本当にきれいに、もう建てについてはですね、あとはもう地下の問題で、まあ、説明がありました。何ページかな、8ページの中で土壌調査の範囲の拡大の変面図の中で 1,2 というところが私も当初から心配しておった地域なんですよ。でここについてはですね、やっぱり土壌をまあ切ってよそから持ってきた件でからか、それとも蓄積をしたのか、まあ、私たちと素人は分からないんですけども、ヒ素とヒ素の中での分類というのはたくさんの分類があると思うわけですね。まあ、そういう状況の中で完全撤去というのを私たちは市民としてしていただきたいと、これが私たちは議員としてのやっぱ責任があると思うんですね。ですので、まあこれから一つ調査したけれども、最終的に今度は盛り土を持ってきたところから持ってきたところにヒ素が入っとったと、そういう理屈になるわけですよね。だからそれについても調査してください。よろしいですか。そこはどうですか。竹下環境施設課長。はい、今回撤去した後の埋め戻し土については、その分析を行ってですね、問題ないものを埋め戻すというところで考えております。はい、ここはその県の指導とかその辺についてもちゃんとなされとって。委員長。竹下環境施設課長。はい、県の方とも協議をしているところでございます。はい、委員長。山本委員。
委員長ありがとうございます。質疑者に、カバーしていただいてから本当ありがとうございますが、これは担当部としてもですね、大変今まで苦労してこられたと思うんですよね。で、冒頭今の現地を私もこの前ちょっと外側から見に行ったんですけども、市民の方々来られて、まだ地下は何かボーリングして何か建てらそうですかいという住民の方が言われました。そぎゃんこつ半ばってなと言いながらですね、やっぱりそういう地域住民の方々心配しておられますので、まあ完全な、先ほど言ったような完全の思想の撤去というのをですね、私はそのいろんな分析をしておられると思います。まあ、県も国も、じゃなくてから専門家がおるわけですからね。専門家がおらなければ、こういう一つのやっぱ清掃センターといろんなその土壌関係の検査というのは、専門的な分野の専門技官がおると思いますので、そこについては分析もいろんなところで分析しながらですね、対応していただきたいと、まあ、強く要望をしておきます。はい、他にございませんか。はい、堀井、はい、完了の見込みは大体いつ頃になりそうですか。はい、ご紹介した、環境施設課長。今年度の3月14日が一応工期となっております。あ、一応工期、はい、はい、いや、それが順当にいけそうなのかっていう。竹下環境施設課長。現状なかなかその土壌撤去とかですね、ありますので、今協議を進めているところでございます。私たちとしては頑張って工期内に終わらせたいというところで考えておりますけれども、もしかしたら工期が延びる可能性もあると考えております。以上です。よろしいですか。はい、よろしいですか。山本委員、もともとここの解体事業を進める中で、私の記憶なんですが、こういう人関係、土壌関係を含めて建物に対するやっぱりいろんなその問題があるという前提の中で、入札をする前提で専門分野の業者がなかなかできないという中で、私は分析されたということを、まあ、そういう認識しているんです。それは間違いないですよね。ここです。これよろしいですか。他にございませんか。はい、じゃあ、意見で、意見でいいです。あ、もう意見と一緒。あ、意見ですか。完了した後にはですよ、やっぱりもう一回地元の方々にですね、土壌分析の結果とかをしっかり丁寧にしていただいて、まあ、安心材料になるようにですね、そこを注意していただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いしておきます。他にございませんか。すみません。それでは以上で八潮市清掃センター解体工事の中間報告についてを終了いたします。執行部入れ替わりのため紹介いたします。はい、本会に戻します。次にゼロカーボン八潮推進協議会の設立案について説明願います。はい、委員長。栄環境課長。おはようございます。おはようございます。環境課の栄と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。失礼いたします。それではゼロカーボン八代推進協議会の設立案についてご説明させていただきます。ファイルのご準備はよろしいでしょうか。はい、本市全域の温室効果ガスの排出量削減等を図り、市市民および事業者の主体的な取り組みを総合的かつ計画的に推進することを目的に、昨年11月にゼロカーボン八代推進計画を策定いたしております。本計画の取り組み推進のために、推進体制といたしまして、新たに市民事業者行政等の共同によるゼロカーボン八代推進協議会を設立することについて ご報告するものでございます。2ページをご覧ください。まずは協議会の目的および取り組みについてご説明いたします。協議会の目的は、1つ目にゼロカーボンについて全市民が
理解を深めるための周知啓発を行うこと、2つ目に経済性と持続性を両立させた脱炭素の取り組みを復旧させることとしておりまして、本市のゼロカーボン八代推進計画に掲げております市民や事業者自身の取り組みにつなげること、促すことを協議会の役割といたしております。これを踏まえた取り組みといたしまして、2ページ中段に取り組み方針として記載をしております。第一段階といたしまして、知る、理解する、考えることにつなげる取り組みを推進してまいります。特に協議会設立から3年程度の期間を重点期間といたしまして、市内各地で勉強会や講演会等の実施、 SNS 等を活用した情報発信を行っていく予定でございます。次の第2段階では、行動を起こす、行動を変容することにつなげる取り組みを推進してまいります。こちらは市民や事業者の意識向上が図られることが前提となりますが、2026年度から3年程度の重点期間を設定し、市内先進企業の紹介等による意欲向上や必要な支援制度の情報収集、発信等を実施する予定でございます。このように取り組みの段階を2段階に分けることで、メリハリのある取り組みを推進、取り組み推進を図ってまいりたいと考えております。一番下の段に設立スケジュールを示しておりますが、現在市民、事業者、行政共同の準備会を設置しまして、検討や準備を進めているところでございまして、11月1日に設立総会を予定いたしております。次に協議会の体制について説明いたします。3ページをお願いいたします。協議会の体制は理事会と幹事会の2階建てとし、市が事務局を担います。また先ほど説明いたしました取り組みの段階に応じて部会制を取れるようにするなど、変化する社会情勢に柔軟に対応できる体制といたします。また若い世代の声を聞き届けるために学生幹事会の設置を考えておりまして、協議会設立後に公募により20名程度の高校生以上の学生生徒で構成することを想定いたしております。併せて学生幹事会のオブザーバーといたしまして、幹事会から有識者や環境団体等の幹事を選出予定する予定でございます。学生幹事会の取り組みといたしましては、第一段階の知る、理解する、考える取り組みでは、 SNS 等を活用した情報発信をはじめといたしまして、ボトムアップ型で学生起点の取り組みを促すことで、学生にとってさまざまなことに挑戦する良い機会が提供できればと考えております。また2段階の行動を起こす、行動を変容する取り組みでは、市内の先進的な事業者を紹介するためのインタビューや動画撮影、編集、発信などを担ってもらおうと考えております。このような取り組みを通しまして、学生側には地元就職の機会創出や企業とのネットワーク構築、企業側には自社の PR や就職希望者とのマッチング機会の増加など、地域課題の解決にも寄与できないかと期待しているところでございます。なお、理事会、幹事会の構成につきましては、3ページ左下の四角囲みに示しております業種から20団体程度に参画いただく予定でございます。地球温暖化対策は、規模が大きすぎることや効果が目に見えづらいということもあり、当事者意識がなかなか
上がらない分野ではございますが、これからの若い世代に今の世代がツケを残さないよう、2050年カーボンニュートラルを目指し、できることから取り組みを推進してまいります。以上でゼロカーボン八代推進協議会の設立案について説明を終わらせていただきます。ただいま説明ございましたが、本件について何か質疑ご意見等はございませんか。ありません。堀委員、言っていいですか。市民の方々へのその、求めるその具体的な取り組みっていうのはどのようなものを想定されているんですかね。はい、栄環境課長。はい、この昨年11月に策定いたしましたゼロカーボン八代推進計画の中にも、市民のに求められる取り組みといたしまして、取り組みの、方向性が6つございますけれども、それぞれの方向性に沿ってですね、いくつか記載をさせていただいております。まあ、例えば、脱炭素のまちづくりの推進というところでございますけれども、その点につきましては電化等の使用エネルギーの転化、化石燃料からの電化等への使用エネルギーの転化とございますとか、あとは自家用車については温室効果ガスがより少ない、温室効果ガス排出量がより少ない電気自動車とかハイブリッド車とかですね、そういったものの購入を検討しますと、外出時には公共交通機関の利用や自転車、徒歩での移動に努めますなどといったようなですね、取り組みを記載させていただいております。よろしいですか。聞き及んでおります。他にありません。よろしいですか。はい、それでは以上でゼロカーボン八代推進協議会の設立案についてを終了いたします。執行部はご退出ください。お疲れ様でした。ありがとうございました。当委員会の所管事務調査について何かございませんか。ありません。ありませんか。じゃあそれでは以上で所管事務調査2件についての調査を終了いたします。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお伺いいたします。当委員会の所管事務調査2件についてはなお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をしたいといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。うん、最後に本委員会の管外行政視察について協議のため紹介いたします。本会に戻します。それでは本委員会の派遣承認要求の件についてお分かりいたします。本委員会は10月30日から11月1日までの3日間、北海道小樽市、旭川市、石狩市へ都市計画建設工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する諸問題の調査のため管外行政視察を行うこととし、議長宛て派遣承認要求の手続きを取らせていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって建設環境委員会を散会いたします。ご苦労様でした。ご苦労様でした。